帰るの？帰れ。すいません、後ろに一応あのホワイトボードがあるので。クールさん先週参加してくれましたよね。この場にいたんですから答えられると思います。さあぜひお答えをお願いしたいと思いますが、教えて教えて、分かってますか？大丈夫ですか？ちなみにこれ先週は間違えられました、お客様。さあクールさん先週ここにいたはずです。答えていただきましょう。すいません、何をされてるんですか？クールさんよく分かりませんけど、先週はオーディエンス、それから50/50に続いてキャラクタークールとマークにいてもらったんですけれども、残念ながら力にならなかったということでクールクビにしました。はい、今日は、はい、見ての通りキャラクターマークのみです。はい、50/50とオーディエンスは変わらずライフラインはご用意いたしました。5問中どこで使っていた横顔で自分も入りたいってわけですか、クールさん。クールさんせめてじゃあ今の問題答えられたら入ってもいいよ。渡辺俊介投手のプロ初勝利を挙げた球場はどこ？ A. 西武ドーム、 B. 芝マリン、 C. 東京ドーム、 D. 福岡ドーム。先週もお出しした問題です。答えは先週発表しています。わかる？大丈夫？ OK。 これちなみに2問目で出したんですけど、2問目でこれはちょっと難しすぎるって声が本当に多かったので難易度下がってます、ご安心ください。1問目2問目はいけると思いますよ。はい、クールさん答えをいきましょう。答えはドン、 D、 福岡ドン。ファイナルアンサー、ファイナルアンサー。そうね、喋れないからね。ファイナルアンサー、クール。正解です。まあさすがに先週の問題覚えてましたね。じゃあもう一問いきましょう。これ先週の問題なんで今日は全く使う予定のない問題、もう一問だけいってみます。はい、問題。東京スタジアムは東京都の何区にあった？ A. 江戸川区、 B. 荒川区、 C. 台東区、 D. 足立区。東京スタジアム、昔我らが千葉ロッテマリーンズも大昔にはフランチャイズ球場として使ってました光の球場、東京スタジアムは果たして東京都の何区にあったでしょう。 A. 江戸川区、 B. 荒川区、 C. 台東区、 D. 足立区。これは先週3問目に出す予定だった問題です。3問目のレベルの問題ということになります。さあこういった問題をどんどんと行ってまいります。どなたでもご参加いただけるクイズ大会ということになりますので、ぜひ、こちらだんだん人の方も集まってまいりましたので、ぜひ中の方に入っていただいてご挑戦いただければと思います。オーディエンス、はい、ライフライン使いました、クールさん。オーディエンス、皆さんにお伺いいたします。東京スタジアム、東京都の何区にあったでしょうか。思う答えのところで拍手をお願いいたします。それでは参りましょう。 A. 江戸川区だったと思うお客様、拍手をお願いいたします。続いて B. 荒川区だったと思うお客様、拍手をお願いいたします。参ります。 C. 台東区だと思うお客様、お願いいたします。最後は D. 足立区だったと思うお客様、拍手をお願いいたします。オーディエンス出揃いました。さあクールさんいかがでしょうか。 50/50 まだ画面出てないんだから。なるほど、参ります。正解は、ちなみにこれね分けますよ。 50/50 は2つに1つ、残す答えは荒川区と台東区。じゃあこの問題を最後にしますよ。さあどちらでしょうか。キャラクター、あなたです。残念ながらキャラクターはあなたのことです。さあ思う答えはどれでしょう。というところで答えは出さずに後ほどまた挑戦してもらいましょうか。さあといった形でお届けをしてまいります。こういった問題を
中に入ってくる問題ということで、どなたでもご参加いただけます。今クールが使ったようにライフラインもご用意をいたしました。50/50、それからオーディエンス、もう一つはキャラクターと3つのライフラインをご利用いただけます。5問全て正解で豪華賞品は全て皆様の総取りといった形でお持ち帰りいただけます。さあ果たして挑戦者はどれぐらい現れるのか、ぜひねたくさんの皆様のご挑戦お待ちしております。どうぞ皆様ステージ正面にお集まりください。ぜひねこの後準備が歴史大のスタートということになります。クイズマリオネア2、ぜひたくさんの皆様ご参加ください。どうぞね周りに見てくださってる皆様、まだまだ中の方スペースございます。芝生ゾーンは座っていただければ大人のお客様でも大丈夫ですので、ぜひたくさんの皆様こちらステージ正面にお集まりいただいてお楽しみいただければと思います。芝生ゾーンね、まだまだ隙間ございますので、ぜひ座った状態でお楽しみください。さあ今日はクイズマリオネア2、難しい問題数多くご用意させていただいております。まあクルさんは今日は皆様のところに触れ合っていただいて、キャラクターはマークでやらせてもらおうかなと思いますので、よろしくお願いします。先週やって分かりました、2人でもあんまり達しにならないってことがね、なのでぜひ来る見えないっていう声が子供たちから聞こえますけど大丈夫ですか。はい、さあこの後はクイズマリオネア2をお届けしてまいります。ぜひたくさんの皆様こちらのステージ正面お集まりください。クイズマリオネア2はこの後の開催ということになります。ぜひたくさんの皆様お集まりいただければと思います。豪華賞品ご用意いたしました。先週出ていただいた方は分かると思いますが、3問目を正解した段階で、先週の段階かなり豪華な賞品、今日はね後ほど参加、始まるまで明かしはしませんけれども、本当に豪華な賞品をご用意いたしましたので、ぜひご参加いただければと思います。本家にちなみまして、全ての問題は4択クイズです。勘でも 25% で当選当たります。たくさんの皆様ご参加ください。ぜひステージの周り前の方をお集まりいただければと思います。ステージ前まだまだ隙間ございますので、たくさんの皆様お集まりいただければと思います。この後は準備ができ次第のスタート、クイズマリオネア2マリーズ4000勝記念特別クイズ大会お届けをしてまいります。先ほどのようなレベルの問題でね、たくさんご用意いたしました。さあ先ほどの問題は果たして今日出題されるのかされないのかというのもありますけれども、問題は全て新しいもの、全ての問題をご用意させていただきました。もう間もなくのスタートとなります。どうぞ皆様ステージ正面お集まりください。準備ができ次第もう間もなくのスタート。本日の正面ステージイベントはクイズマリオネア2お届けをしてまいります。ぜひ皆様ステージ正面お近くでねお楽しみいただければと思いますので、どうぞこちら正面ステージにお集まりください。さあたくさんの皆様どうぞステージ正面お集まりください。もう間もなくのスタート、クイズマリオネア2、今日も難しい問題数多く取り揃えて皆様のご挑戦お待ちしております。全ての問題を正解しますと、なんと5問目までの賞品が全て総取りとなります。もちろん途中で分からなかったらドロップアウトしていただいても構いません。ドロップアウトされた場合は正解をした問題までの賞品を、一番上のランクの賞品を1つお持ち帰りいただきます。例えば3問目まで挑戦をして3問目が分からないという方、そこでドロップアウトをしていただければ2問目正解段階での賞品をお1つお持ち帰りいただけます。そういった形でのルールでお届けしますクイズマリオネア2、たくさんの皆様のご挑戦お待ちしております。 YouTube とか見ましたよ、分かるわけねえじゃねえかという答え、コメントがいくつか載ってましたけれども、ご安心ください。1問目2問目は難易度下げさせていただきました。3、4、5とまあ難しい問題には変わりありませんので、たくさんの皆様のご挑戦、今日は5問目全問正解者が出ることを信じてお待ちしたいと思っております。どうぞ皆様正面ステージお集まりください。この後もう間もなくのスタート、クイズマリオネア2。ステージ正面の芝生ゾーンは本日お子様だけのエリアではございません。全ての皆様座った状態でお楽しみいただけます。